はい、プレイしていきたいと思います。ファクトリオ前回の続きですね。で、今こっちが防衛してたね。もう作ろうかと。で、そう、弾を入れとこう。落ちてきくるんで、やっぱりちょっと壁作っとこうかな。壁もうないね。石レンガがいっぱいあるか、これ焼いてこないと。焼かなくていいんだ。これだ。よし。2個あれば大丈夫でしょう、あっちも。お、来たー。で、電線やりたいかな、電線。電線も重要だけど、軍事も必要なんだよね。軍事20個ずくだか、軍事行こっか。で、貫通弾に移行しましょうか。貫通弾はね、この次のクエストかなんかで必要になったんで、どっちにしろ作る必要があるんですよ。だから貫通弾作りましょう。防衛固めとこうか、軽く。種類で入るからちょっとだけ開けとけばいいかな。あ、もういい。あ、入れたね。あ、これ弾ないよ。これ戦った？あ、キル10ってなってる。やっぱこっちで効くんだ、ちゃんと。あ、ここ死体だね、これ多分。で、死体っぽいよね。ってことは、もうちょっと下で防御してもよかったな。まあ、いっか。これは燃料不足。燃料不足ね。ロングを作ろうか。あ、来てるね。見事に敵来てる。入れてるのはいいけど。しまったな。こうじゃないな。これかな。よし、これでこっちのロングでいけばいいかな。そしたらこれでいけるでしょう。 OK。 あ、結構溜まってるね。溜まってるからどうしようか。溜まった。こっちにもう一個置いて、こっちでも回収すればよくない？違う、どうせこっち鉄作るんだ。なんだっけ、貫通弾のレシピないな。あ、来た、貫通弾。ナイスタイミング。そしたらアーマーはいいや。これ作ろう、まず貫通弾。来たんで貫通弾作りましょう。貫通弾も自動化したいね。あんまり鉄をこっちに回しまくるのはまあ良くないな。エンジンの材料は鉄の鎧。鎧もちょっと作りたいな。 20% から物理ダメージ 30% だったもんな、次の鎧。それも欲しいっちゃ欲しいよね。ショットガンか。ショットガンはいいかな、いらないかな。グレネード。5プラス 0.5、 2プラス 0.2。 あ、全然火力上がるね。いいね、いいじゃん、いいじゃん。そしたらこれはどんだけある今。鉱石が足りないかな。鉄鉱石じゃない、鋼鉄、鋼材。ソーラーパネルも確か持たないといけなかったんだよね。鉄作ろっか、まずは。燃
噌とな。味噌オッケーだね。自分買いするか。電気足りるか分からんけど、さっきレーザーで電気不足になってたからね。このマップで諦めた時、4つぐらい作る。よし、嘘、遠すぎ。よし、何度で来るかな、ここまで。多分こっち敵来ないと思うんだよね。防衛いらないと思うんだ。だからこっちがちゃんと防衛できればいいけどな。ちょっと木増やしとくか。タレット2機作っちゃえ。この弾全部入れてしまえばいいよ。そしたらこれもどんな調子。コンベア不足か。なんで鉄が流れてきてない。うわー、マインドアウトしてる。もう早い早い。どうしよう、こんな感じかな。何時で行こうか。遠すぎ。オッケー、電気2つ必要なんだ。防衛は、なるほど、こっちに沿ってくる感じだね、敵。ほうほう。ってことはこっちの壁作っといた方がいいな、ちゃんと。こっち側がいいかな。これでいくか。ここだな。よし、これでいいでしょう。で、これに全部こいつを持たせて。普段やっぱ装備できるんだ、いいね。10個ぐらい作っちゃうか。OK。 右上ってどうなの、倒してんのかって。キルゼロ、キルゼロ、キルゼロ。射程どうなのよ。射程 2.25 か。25だね。なるほど。OK。いいね。
っち大丈夫だね。燃料は問題ない。鉱石はもう一回リターンしたけど、そろそろ左上行かないとやばいから、エンジン作るための工場作ろうか。ここにちょっと入れよう。これ多分緑頑張ってくれるはず。しかもこっちに直で入れるか。1個は、あ、これじゃねえ、こっちだ。こっちに直で入れてしまえ。足りてないかな。やばい、どっか来てる。ここ？あ、ここ？どっから来てるかが分からんのが辛いね。これ増やしとくか。タレット。そっちから来るってことはさらに下から来てるはずだから。射程内に置いとけば大丈夫だろ。こっちは弾多めかな。こっちはもう貫通弾でいっか。貫通弾置いときましょう。で、これプラスなんだっけ。配電の研究やってるんだ。なるほど。鉄ないかな。鉄マップで映んねえのかな。この灰色っぽいやつが鉄だね。わかんねえな。わかんねえことがわかった。これ石でしょ？石でしょ？石でしょ？鉄がない。鉄左上だからな。でも左上下手に行ったらやばいもんな。やばいね。こっちは大丈夫。左上行くためにガンタレットいっぱい作っとくかい。7個ぐらい。うわ、鉄が、鉄じゃない。どうしよう。あ、これなんで動いてないの。あ、取り出せないね。オッケーオッケーオッケー。これでいい？これ1個じゃ間に合わないってことか。やっぱり行くか。どこ？上が攻められてた。大丈夫かな。
キル0、キル7、キル4。多分順調。発電量900、16機、8。電気まだ必要か。これが、あ、下がり始めたね。ってことは今の使用量は多分これぐらいだ。ちょうど。1.4 メガワット。1.4 メガワットが今の使用量なんで。来た、電線やっと。そしたらどっちかな。エンジンは必要か。エンジンも研究済み？もしかして俺。研究済み？そんなバカな、まだだと思ってた。マジか。じゃあとりあえずこれ取ればいいかな。これ取るか。これ取りましょう。マジか、エンジン作らない、急いで。自動車じゃない、中間素材かな。パイプと鉄鉱石と歯車。パイプとりあえず量産しようか。でその間に歯車を取りに行く。歯車どっかある？やべえ、歯車がない。歯車作った分だけ全部使ってるわ。歯車も作らな。OK、とりあえず入れた。鉄パイプも入れて、歯車も入れて、半分取って。エンジンが20個、40個ぐらい必要かな。鉄が必要だね。鉄の板がやばいな、そろそろ。やばいな、そろそろ。どうしよう。違う。とりあえず入れて、必要が終わったら止めるか。ちょっと来てるね。どうしようか。多分大丈夫だと思う。よし、というわけで今回ここら辺で終わりにしよっか。いい感じに進みましたし、多分次回エンジン作ってるんで、多分、列車系がいけるようになるでしょう。で、そしたら左上に伸ばしていくか。確かタレットも量産したよね。あ、鋼鉄で弾作らな。弾、鋼鉄が足りないね。左行くのはあれかな、炉を作ってから行った方がいいのかな。左上で炉を増やしたいよね。現地生産しないと、弾を急いで。あ、じゃあこれ取っとこう。やっぱりこれは取っとこう。量は必要だわ。こんだけ取れば十分だね。石いらんわ、こんなに。石いらん。
ケー、というわけで今回ここら辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回は左上攻めれれば攻めたいし、ダメだったらまあもうちょっと次になるかもね。とりあえず今エンジン作ってますんで、列車走らすための準備しないとね。そろそろ。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしかったら見てください。セシカでした。